プラズマ装置メーカー先駆け半導体の塚本でございます。本日は、8月に、発売の方を開始しました CPB の方をご紹介させていただきます。お願いします。でまずはじめに、まあ、もう今申し上げた CPB の、製品がこちらにございまして、でこちらの主な特徴としましては、まあ、こういったシンプルな構造っていうものと、あと、すべて手動での、なんと言いますか、設定になっておりまして、こちらも何と言いますか、まあ、例えば研究者の方で、まあ、プラズマ装置とか実際に使ったことがある終わりっていう方につきましては、まあ、こういったご自身で設定することによって、まあ、何と言いますか、例えばプラズマ処理したいものがあったとして、まあ、それ処理する際に、まあ、自分で設定できますので、まあ、そういったところが魅力の一つかなというふうに思っておりますし、あと、まあ、シンプルな構造にしたことによって、まあ、今までの、まあ、CPE のシリーズあったんですけれども、大体こちらのファイ100サイズのものになってきますと、価格帯がだいたい600万円からとか、まあ、そういったことものばっかりだったんですけれども、まあ、シンプルな構造にしたことによって、まあ、こちらは通常の製品よりもさらに安価な価格帯に抑えておりますので、まあ、実際に大学の先生ですとか、まあ、大手の会社様ですとか、まあ、いろんな方に幅広く、使っていただけるような仕様となっております。で実際にですね、こちらの製品を動かしながらちょっと、まあ、より説明の方を進めていけたらなというふうに思っております。でまずですね、まあ、こちらが真空チャンバーの容器になっておりまして、まあ、今も実際にサンプルの方はちょっと入れさせていただいているんですけれども、まあ、こちらに処理したいサンプルを入れます。で、まあ、上に上げますと、またこういった形で開け閉めができますので、こういった形で入れていただきます。で実際に製品を動かしていこうと思うんですけれども、そうですね、ブレーカーの方が、まあ、こちらの方についております。でちょっと今回は時間割愛のためにコンセントの方はもうすでに接続してますので、まあ、コンセントにさせていただいて、まあ、まずブレーカーを上げていただければと思っております。でこちらで上げていただくと、まあ、実際にタイマーの方がつきますので、まあ、そちらで電源がちゃんとついているということを確認していただければいいかと思います。であとは、まあ、製品を運用するにあたってポンプが必要になってきますので、まあ、こちらの方もご準備いただきまして、実際にポンプの電源をオンさせていただきます。でですね、まあ、その後はこちらに圧力調整バルブの方がついておりますので、まあ、こちらでまた設定の方をしていただければいいかと思いますし、でその後にですね、こちらに、まあ、スイッチボタンいろいろございまして、ガス導入ができるスイッチがありますので、こちらの方を上げていただければと思っております。こちらで実際に流量の方は調整の方は可能となっております。であとはですね、こちらの電源も上げていただけますと、まあ、実際についている状態になりますので、こちらからですね、まあ、プラズマのボタンを押していただきますと、まあ、実際にプラズマがつくような状態になっております。まあ、ここから出力の方をこう、上げ下げ可能でございますので、まあ、お好みの条件でこちらの方も設定していただけたらいいのかなというふうに思っております。で実際にですね、まあ、タイマーが動いておりまして、今回は、まあ30秒に設定させていただいているんですけれども、まあ、30秒経ちますと、まあ、実際にプラズマが、消えるような形になっております。まあ、ただ電源はまだついた状態ですので、まあ、チャンバー部分を開ける際にはですね、一旦スイッチをオフにしていただきまして、でポンプの方も、止めていただければと思っているんですけれども、排気管の方がですね、こちら
の当てていただかないと、温度が上がってくる恐れがありますので、こちらで待機解放していただきまして、でそこからですね、ポンプのスイッチをオフにしていただければいいのかなというふうに思っております。で、実際に止まりましたので、こちらに開けさせていただきまして、で、現状ここに、サンプルの方を取り出していただきまして、で、実際にですね、今処理しましたので、こちらにカバーガラスがございまして、純水ですね、お水なんですけれども、当社はよく評価にこういった形でサンプルに対して水を垂らして、その角度によっての接触角を測って、実際にプラズマの効果を試しております。でちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、実際に今現状プラズマを当てさせていただいておるものに、ちょっと失礼します。ちょっと白い方が分かりやすいかと思いますので、実際にちょっと、そうですね、はい、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、こういった形で通常ですとカバーガラスに水を垂らしますと、円のような形で水滴が付着するような形なんですけれども、今現状、プラズマ処理を施しまして、その後に、こういった形で水を垂らしますと、ちょっと濡れ広がるような形になっております。こちらで実際に、プラズマの効果が出ているなということで、そうですね、目視で確認することができるかと思います。はい、ということで、簡単なそうですね、 CPB のご説明の方は以上とさせていただきます。でですね、またわからない点もあったかと存じますので、その場合はこちらまでお問い合わせいただきましたら対応の方させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いでございます。はい、では以上でご説明の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。